星空。葉を落とした木々の間をゆーっと風が吹き抜ける冬。乾いた落ち葉がくるくると地面を転がります。すっかりおとなしくなった太陽がせめてものぬくもりをと日向を作ってくれるのもわずかな間。短い昼間が終わりを告げる頃には、眩しさも感じられない柿色になって、西に沈んでいきます。冷たい風に冷やされたからか、張り詰めた透明感がある空。この空が、冬の星々の晴れ舞台です。昼の気配が次第に遠ざかっていくと、西から北西にかけて夏の大三角が見え始めます。冬の昼間は夏の星々の世界、夜が訪れる直前の少しの間、その名残を見ることができます。それが、ベガ、アルタイル、テネブの三つの星が形作る夏の大三角です。北西の空、15度くらいの高さで、残暑に負けずに輝くのが、こと座のベガ、織姫星です。同じくらいの高さで、夕焼けに埋もれまいと、真西に輝くのが、わし座のアルタイル、彦星です。そして、これからもっと輝くぞ、とばかりに、まだまだ高く姿を見せているのが、白鳥座のデネブです。一方、東には、これからは自分たちの時間だとばかりに、冬の星々が輝きを増し始めます。北東の空を見上げると、巨蛇座の一等星カペラが目立ってキラキラしています。明るくてわかりにくいかもしれませんが、ほんの少し黄色く見えます。真東にはカペラと同じぐらいの高さに牡牛座のアルデバラン、その真下にはオリオン座のベテルギウス。アルデバランとベテルギウスはオレンジ色で、空が暗くなるにつれてぐんぐん明るくなります。ベテルギウスの南側、同じ高さにはリゲルもキラキラし始めます。オリオン座の青白い星です。夕闇が全天を覆い、夜が本番を迎えると、夏の大三角が沈み始めます。白鳥座が直立する十字架のようです。北の空にはカシオペア座が高く昇り、白鳥座からカシオペア座にかけての天の川が地面から立ち昇るようです。天頂付近を通り抜ける天の川は南東へと伸びていくものの、淡く暗くなるのでほとんど見えなくなります。その代わりに東の空には冬の一等星が勢ぞろいします。カペラとアルデバランはますます高く昇り、ベテルギウスとリゲルも30度ほどの高さになります。
し低く、東北東には双子座が上がっていて、ポルックスが穏やかに輝いています。さらに真東の空低くに子犬座のブロキオン、もっと低い東南東の空に大犬座のシリウスも姿を現します。カペラ、アルデバラン、ベテルギウス、リゲル、ボルックス、ブロキオン、そしてシリウス、7つの一等星が空をにぎわす季節、それが冬です。西に夏の星々、東に冬の星々があるならば、南北には秋の星々と星座があって、この時間の主役を務めます。冬の夜の早い時間には秋の夜空が広がっているのです。天頂を通るように南から北へと星座をたどると、南にクジラ座、天頂付近にアンドロメダ座とペルセウス座、北にカシオペア座とケフェウス座があり、西にはペガスス座が秋の四辺形と重なって見えています。ペルセウス座の東側では冬の星座巨蛇座が天頂を目指して上がりつつあります。ペルセウスはアンドロメダ姫の物語の英雄です。古代エチオピア王国の王妃カシオペアが娘のアンドロメダの美しさを自慢するあまり、海の神ポセイドンに仕える妖精たちよりも美しいと言ってしまったために、ポセイドンとその妻の怒りを買い、海岸の町に化けクジラディアマトが現れて暴れるようになりました。怒りを鎮めるためにアンドロメダは生贄として岩に縛り付けられてしまいます。巨大な姿を現したディアマトを打ち負かして飲み込まれる寸前の彼女を救い出したのがペルセウスです。怪物メデューサを退治した帰り道でのことでした。この物語はペルセウスの壮大な英雄物語の一部なのですが、ヒーローとヒロインがはっきりしていて内容もわかりやすいためか、語られることが多いようで映画化もされています。古くからのその人気の高さは、この物語の配役が秋の星座として大空に挙げられていることにも現れているようです。ペルセウス座が天頂付近を通過した後、次に天頂にやってくるのは巨蛇座です。秋から冬への選手交代です。この頃には白鳥座は地平線に突き刺さるように沈んで尻尾だけになり、ペガスス座は西に大きく傾いています。南東の空には巨蛇座の隣の牡牛座が天頂付近に、その下にオリオン座が、さらにその下に大犬座が上がっています。巨蛇座の下、オリオン座の西には双子座、その下には子犬座もあります。オリオン座のベテルギウス、子犬座のブロキオン、
大犬座のシリウスを結んだ冬の大三角がはっきりと姿を現して、季節が冬であることを告げています。それでは冬の星座の一番手、巨蛇座の物語を紹介しましょう。巨蛇とは、馬につないだ車、馬車の前方にある専用席から馬を操る人、つまり馬車の運転手のことを言います。巨蛇座になったのはエリクトニウスというアテネの王様です。王様がどうして馬車の運転手をしていたのでしょうか。お話はエリクトニウスの父親から始まります。エリクトニウスの父親はヘパエストスという火事の神です。ゼウスとヘラの子でしたが、母親のヘラにひどく嫌われていました。なぜなら生まれながらに美男子とは正反対の姿だったからです。そして足が不自由で、成長するにつれて歩けるようになったものの、走るのは無理でした。けれども頭の回転が速く、発想が豊かで大変器用だったので、工房を構えて様々な道具を作り出しました。そのため神々から道具の製作や手入れを頼まれることも多かったといいます。ある日、ヘパエストスの工房に女神アテナがやってきました。彼に手入れを頼んでおいた武器を受け取りに来たのです。アテナは知恵と技術や学芸、戦いの女神です。正義のために理性的に戦うとされ、ゼウスの頭から武装した姿で生まれたとも言われます。古代ギリシアでは都市の守護神として崇拝されていました。アテネのアクロポリスは女神アテナを祀った神殿として最も有名なものです。さて、この頃ヘパエストスにはアフロディーテという妻がいました。愛と美の女神で、ゼウスの勧めで夫婦になったのですが、アフロディーテはヘパエストスの姿にどうしても馴染めませんでした。そうして夫婦仲が冷え切り、彼女はヘパエストスに気がつかれないように軍神アレスと浮気をするようになりました。このアフロディーテという女神には色恋にまつわるお話がたくさんあるのですが、それはまた別の話。そんなところへアテナがやってきて、アフロディーテに毛嫌いされて鬱憤をためていたヘパエストスは浴場に駆られてしまいます。アテナに迫るヘパエストス、口説いても拒み続けるアテナにとうとう襲いかかってしまいます。百戦錬磨のアテナですから、走ることができないヘパエストスから無事に逃げ去りました。ただその時にヘパエストスのほとばしりが足にかかってしまったので、それを羊毛で拭き取って大地に投げ捨てました。すると大地が身ごもって男の子が誕生したのです。
気がついたアテナはこの子を拾い上げて神殿に連れ帰り大切に育てました。この子が御舎座の主人公エリクトニウスです。父親に似てエリクトニウスは生まれつき足が不自由でした。不自然に曲がっていて歩くこともできませんでした。けれども聡明なアテナに大変可愛がられて育ったエリクトニウスはアテナから多くの知恵と戦術、戦闘術を授けられました。そうして成長したエリクトニウスは古代都市アテネの王になったのです。聡明なエリクトニウスは大変良い政治を行い人々から慕われていました。歩くことはできませんでしたが武勇にも優れていました。体を馬に縛りつけて戦場を駆け巡ったのです。真っ先に敵陣に飛び込んでいくその戦いぶりは大変勇猛なものでした。発明の際に恵まれたエリクトニウスはやがて車椅子のようなものを作り出し、普段の生活や戦場でこれを自由に操って人々を驚かせました。そうしてついに戦車を発明したのです。4頭の馬に車を引かせた戦うための二輪の馬車です。エリクトニウスはそれを手足のように操って以前にも増して戦いで活躍し、数々の戦功を挙げて兵士たちを驚かせました。豊かな発想を持つ器用なヘパイストスを父とし、知恵と技術、格芸の女神アテナを育ての母とするエリクトニウス。アテネの王として活躍の場を得た彼は、人々のために存分に自分の才能を生かしたのです。彼はやがて寿命を迎えて天に召されました。その時ゼウスがその英知と勇気、功績をたたえてエリクトニウスの姿を天に上げて星座にしたといいます。それが御舎座です。王様が運転する馬車は戦場を駆け巡る戦車。自らが開発した古代の最新兵器。波の運転手ではなかったのです。ところで、御舎座には北半球で3番目に明るい星、カペラがあります。カペラには、メヤギという意味があり、御舎座の絵を描くときには、御舎がメスの子ヤギを抱いた姿に描かれます。エリクトニウスが子ヤギを抱いているわけですが、その理由は分かっていません。この子ヤギには、アマルテアという名があります。ゼウスが大切に思っていたので、御舎座にその魂を含めたのだという説もあります。ゼウスがメヤギ・アマルテアを大切に思っていたのは、このヤギの乳を飲んで育ったからです。ここで、大神ゼウスの生い立ちをお話ししましょう。
スは神々の王クロノスの息子です。クロノスは山よりも巨大な巨神族ティタンの長で、全宇宙を支配していました。最初に全宇宙を支配した神ウラノスの子で、力ずくでその支配権を奪った二代目です。クロノスは自分が父親から神々の王の座を奪ったように、自分の子にその座を奪われるという予言を受けていました。そこで子供が誕生すると、その度に飲み込んでしまいました。このことを悲しんだ母親のレアは、ゼウスが生まれた時に一計を案じました。産着に包んだ石を子供だと偽ってクロノスに飲み込ませ、クレタ島にゼウスを隠したのです。レアはクレタ島の妖精たちにゼウスを託しました。彼女たちはヤギの乳を与えて幼いゼウスを育てました。そのヤギの名がアマルテアです。この後成長したゼウスは父親のクロノスにうまく薬を飲ませて、飲み込まれた子供たちを吐き出させました。そうして兄弟姉妹力を合わせて巨神族ティタンと戦い、全宇宙の支配権を握ったのでした。クロノスは予言通りに神々の王の座を奪われたのです。もともとゼウスは末っ子でしたが、クロノスから吐き出される時が第二の誕生だということで、飲み込まれていた兄弟姉妹の順番がひっくり返りました。このため長男となったゼウスは、戦いの功績もあってクロノスの後を継ぐ全宇宙の三代目の最高神となったのです。とはいえ、元の兄であるポセイドンとハデスも大きな力を持っていたので、くじ引きをしてゼウスが天界を、ポセイドンが海を、ハデスが冥界を支配することにしました。ゼウスがクロノスの目から逃れて無事に成長できたのは、妖精たちとアマルテアのおかげということで、御者座を作るときにその一部としてアマルテアの魂を入れたのだと言われます。なお古代ギリシアでは、ヤギは幸運をもたらしてくれるシンボルとされていました。このことから星座を定めるときに、優れた王であるエリクトニウスが子ヤギを抱く構図を星座絵として思い描いたのかもしれません。なおゼウスは神託によってアマルテアの皮を張った防具アイギスを作りました。一説にはヘパイストスに作らせたとも言います。アイギスは矢も通さないほど頑丈で、アテナもゼウスからたびたび借りて使い、ペルセウスがメデューサを退治した後にはその首をアテナがアイギスにはめ込んで、より優れた防具にしたとも伝えられています。アイギスは英語表記ではイージスと読み、防空に関わるシステムや艦船の種類を示す名称として使われています。
御社座が天頂を占めている間、南の空にはオリオン座が堂々たる雄姿を見せています。こちらに体を向けているオリオンの頭上には御社座があり、左上、振り上げた右手の東には双子座があって、御社座の次に天頂を占めようとしています。冬の星座は御社座と牡牛座、双子座とオリオン座、子犬座と大犬座というように組になって上がってきます。中でも見栄えがしてその名が知られているのがオリオン座です。狩人オリオンを中心に冬の星座が巡る様子を眺めると、まず牡牛座が後ずさりするように上がってきて、その様子を見下ろすように御社座も上がってきます。次に牡牛座を追うようにオリオン座が地平に姿を現し、その様子をこれまた見下ろすように双子座が上がってきます。でも上がってくる時にはどの星座も横倒しですから、動きを見ていないと御社座も双子座も他の星座を見下ろしているという雰囲気に欠けるかもしれません。さらにオリオンを追うように子犬座と大犬座が上がります。牡牛とオリオンが向き合って戦おうとしているところへ2匹の犬が駆けつけようとしているかのようです。その狩りの様子を御社と双子が眺めているといったところでしょうか。それでは少し長くなりますが、オリオンのお話を紹介しましょう。オリオンはたくましく凛々しい美青年で狩りの名手でした。海の神ポセイドンとクレタ島の王ミノスの娘エウリュアレとの間に生まれたオリオンは、海や川の上を自由に歩ける力をポセイドンから与えられていました。巨体で力が強かったため、それを自慢したりそやな振る舞いをしたりすることが多かったといいます。また惚れっぽい性格で一方的に恋することも少なくなかったのでした。外見は好青年だけれども、実は高職な乱暴者、そして腕の立つ狩人といったところでしょうか。そのオリオンが狩りをしながら諸国を旅していた時のことです。ある時キオス島に立ち寄ったオリオンは、島の王オイノピオンの娘メロペを一目見て恋に落ちました。一方的な一目惚れです。彼女を何とかして妻に迎えたいと思った彼は、得意の狩りでたくさんの獲物を捕らえてオイノピオンに献上し、メロペに寄せる思いを訴えました。それは島中の獣を捕まえてしまうのではないかというほどの勢いでした。けれども王とメロペは乱暴者として知られるオリオンを好ましく思っていなかったので、色良い返事をしません。はっきり断りきれない王と娘に持ち前の強引さで強く迫るオリオン。困ったオイノピオンは
島を荒らし回って人々を困らせているライオンを退治したら、娘との結婚を認めると約束してしまいます。できるわけがないと思ってのことでしたが、オリオンはライオンを殴り倒して難なく退治してしまい、その皮を王への贈り物に持ち帰りました。思いがけず怪我もなく生きて帰ってきたオリオンを前に、オイノピオンは結婚の話を引き延ばしにかかります。そうしていつまで経っても話が進まないことにイライラし始めたオリオンに、ある日たっぷりと酒を振る舞いました。その酒はオイノピオンの父、酒の神ディオニソスが用意したものでした。機嫌よく飲んだオリオンはいつになく泥酔して深く眠ってしまいました。オリオンも眠りに落ちていては無力です。オイノピオンは部下に命じて彼の両目をくり抜くと、その身を海岸に投げ捨てさせました。酔いが覚めて意識が戻ったオリオンは目が見えなくなっていることに驚き、嘆き、身動きできずに海岸でうずくまっているしかありませんでした。どうすることもできなくなった彼は深く悲しみ、助けを求めて大神ゼウスに祈りました。すると東の国に行って朝日を浴びれば再び目が見えるようになるだろうという信託とともに、どこからともなく土音が聞こえてきました。それは火事の神ヘパエストスの工房から聞こえてくる音でした。その音を頼りにオリオンはヘパエストスの工房を目指し、なんとかたどり着きます。すっかり落ち込んでいるオリオンを哀れに思ったヘパエストスは、弟子のケーダリオンに命じてオリオンを太陽の館に案内させました。ケーダリオンを巨体の肩に乗せて太陽の館へ向かったオリオンは、暁の女神エーオスのもとへ連れて行かれます。たくましく美しい青年オリオンに恋心を抱いたエーオスは、柔らかい朝の光をオリオンの傷んだ目に浴びせ、再び見えるようにしました。こうして視力を取り戻したオリオンはキオス島に戻ってオイノピオンに仕返しをしようとしました。けれどもオリオンがやってくることを予期していたオイノピオンはすでに逃げて隠れていました。オリオンはそれ以上オイノピオンを追おうとはせずに、狩りをする生活に戻りました。メロペのことは忘れてエーオスと恋仲になったのです。エーオスはローマ神話ではアウロラと呼ばれ、英語表記ではオーロラと発音されます。時々刻々色と明るさが変化するオーロラのように、エーオスの心も揺れ動いたらしく、恋多き女神として知られています。さて、暁の女神の仕事は夜明けを告げることです。二頭の馬に引かれた戦車に乗って空を駆け、太
陽が現れることを告げるのです。エーオスはその仕事を早々に切り上げることが多くなりました。早くオリオンに会いたかったのです。これを不審に思ったのがアルテミスです。アルテミスは月の女神と呼ばれますが、森と狩りの女神でもあります。夜明けの時間が短くなった原因を探りに太陽の館にやってきました。そこではオリオンとの運命の出会いが待ち受けていました。美青年の狩人と美しい狩りの女神、この二人が恋に落ちるのに時間はかかりませんでした。オリオンはエーオスのことを忘れてアルテミスと共にクレタ島に渡りました。そして二人で狩りをしながら穏やかに暮らすようになったのです。仲睦まじく暮らす様子は神々の間でも噂され、二人はやがて結婚するのだろうと思われるようになりました。けれどもアルテミスの兄アポロンが二人の恋に猛反対しました。粗暴なオリオンをひどく嫌い、アルテミスと顔を合わせるたびに別れるように諭しました。断じて仲を認めないアポロンも頑固なら、恋するアルテミスも頑固です。アルテミスは兄の言うことを決して聞き入れようとしませんでした。そこでついにアポロンは強硬手段に打って出ました。猛毒を持つサソリをオリオンの元に放ったのです。力強い巨体を誇るオリオンもサソリの毒にはかないません。驚いて海へ逃げました。そしてポセイドンに与えられた力を使って頭だけ出して海の中を歩きました。次第に遠ざかるオリオンはそれとはわからないくらい小さくなっていきます。アポロンはその姿に日の光を当てて黄金色に輝かせました。そして妹アルテミスを呼んで言ったのです。あそこを鹿が泳いでいるようだ。いくら弓の名手でもあれでは遠くて矢を当てられないだろう。するとアルテミスが言いました。この私に当てられない的はありません。そして弓を引くと力強く放たれた矢が見事に命中しました。しばらくすると頭を射抜かれた動かぬオリオンが海岸に打ち上げられました。自分の手で恋人の命を奪ってしまったことに気づいたアルテミスは驚き、叫び、悲しみに打ちひしがれました。神の務めを果たせないほどに嘆き悲しんだアルテミスは死者をも蘇らすという名医アスクレピオスのもとを訪ねてオリオンを生き返らせてほしいと頼みました。けれども冥界の王ハデスが反対したためにその願いは叶いませんでした。
そこでアルテミスは父ゼウスに頼み込みました。オリオンを空にあげてください。私が銀の馬車で空を走るときに会えるから。ゼウスは願いを聞き入れて、オリオンを星座として天にあげました。月の通り道、白道はオリオン座を通っています。月に一度、月の女神アルテミスが会いに来るのをオリオンは楽しみに待っていると言います。ところで、オリオン座は冬を代表する星座、サソリ座は夏を代表する星座です。この二つの星座が同時に空に上がることはありません。サソリを恐れたオリオンが星座になっても逃げ回っているからだと言います。オリオン座が少し傾いて南西の空を占める頃、双子座が天頂にやってきて、ボルックスとカストルの双子が仲良く天高く輝きます。一等星が輝きを競う冬の夜空では、二等星のカストルはやや控えめです。一等星のボルックスと組になっているので、目立つ星になっているとも言えます。今度は双子座のお話をしましょう。ボルックスとカストルはそれぞれ双子の弟と兄とされています。弟をそっと見守る兄という設定で、兄の方が暗くなっているようです。この二人の母親はスパルタ王妃のレダです。その美しさに惹かれたゼウスが白鳥に変身して近づき、そうとは知らずに白鳥を優しく抱いたレダが身ごもって二つの卵を産んだのです。その一つから生まれたのがカストルとボルックスの兄弟でした。カストルは人間の血を引き、ボルックスは神の血を引いていました。このためボルックスは不死身でしたが、カストルはそうではありませんでした。カストルとボルックスは大変仲が良く、いつも一緒にいました。成長するにつれて、知恵と勇気、力を兼ね備えた勇者として二人揃って活躍するようになりました。二人で力を合わせ、戦場では共に戦い、冒険では協力し合って、幾多の危機をくぐり抜けました。ところがある戦いで流れ矢に当たったカストルが命を落としてしまいました。不死身のボルックスは深く悲しみました。兄が世を去ったことが耐え難く、一人でいることを到底受け入れられませんでした。そして父ゼウスに強く願い出たのです。生まれた時が一緒で、何をするのも一緒なら、死ぬ時も一緒でいたいのです。私の不死身を解いてください。我が子カストルの死を悲しんだゼウスには、ボルックスの思いもよくわかりました。ゼウ
スは彼の願いを聞き入れました。こうしてカストルとボルックスは一緒に夜空に上がり、双子座になったと言われます。ところで、カストルを望遠鏡で見ると、二つの星が並んで見えます。二重星かと思うと、そうではなく、詳しく調べてみると、それぞれの星が連星であることが分かりました。連星とは、手をつないでぐるぐる回るように、二つの星が互いに回り合っているものです。そしてさらに、少し離れたところに、もう一組の連星があって、合計三つの連星が、つかず離れず、回り合っているということが分かりました。カストルは、60連星なのです。一方、ボルックスは、単独の星ですが、惑星が一つ、見つかっています。木星より一回り大きい惑星で、ボルックスの周りを590日ほどで回っています。さて、双子座は流星群が現れることでも知られています。毎年12月15日前後に、一晩中見ることができる双子座流星群です。ファエトンという小天体から放り出されたたくさんの小さな欠片が川の流れのように太陽の周りを巡っているところへ地球が通りかかって地球の大気に飛び込んだ欠片が輝いて流れ星となるのです。かけらの群れに地球が飛び込むような感じですから、地球が進む方向から流れ星がやってくるように見えます。この時期に正面にあるのは双子座なので、双子座を中心に流れ星が空に広がっていくように見えるというわけで、双子座流星群と呼ばれるのです。ゆっくりめに流れて、明るい流れ星が時折見られることから、とても観察しやすい流星群です。寒さ対策と安全対策をしっかりして、寝転がって、のんびりぼんやり夜空を見上げるのが、流れ星を見るコツです。ところで、ファエトンは、岩の塊である小惑星のように見えますが、もともとはほうき星とも呼ばれる凍りついた彗星だったようで、太陽に温められると今も時折かけらを放出しています。その名は、暁の女神エーオスの戦車を引く2頭の馬のうちの一頭に由来していて、輝くものという意味があります。小天体に名前を付けた時には、流星群との関係は分かっていませんでした。小天体ファエトンは輝きませんが、それが生み出したたくさんの欠片が地球で輝くことを思うと、偶然ではありますが、双子座流星群の大元となる天体の名前としてふさわしいように思えます。さて、冬の星々が西の空に集合する頃、東の空高くには北斗七星と獅子座が並んで上がっています。30度ほどの高さには、牛飼い座のアルクトゥールスがキラキラ輝き、さらに南寄りのもう少し低い位置には、
亀座のスピカも上がっています。北斗七星からアルクトゥールスを通ってスピカへ、春の大曲線の登場です。厳しい冬の寒さが続いてはいるものの、春がそう遠くないことを告げる星の並びです。明け方に向けてゆっくりと時が移ろうにつれて、獅子座が南へと動いて、ついには南西へと位置を変えます。春の大曲線を伸ばした先、真南の空に大円地味で目立たないカラス座がかかる頃、夜明けの足音がかすかに感じられるようになります。すると北東に琴座のペガが燦然と輝き出します。そしていよいよ太陽の気配が感じられるようになると、東に夏の大三角が姿を現し、冬の大三角が西に姿を消していきます。夜空のご案内もそろそろお別れの時間です。今回は冬から春の初めにかけての夜空を、星座とその物語、そして宇宙のお話を交えて紹介しました。いかがでしたでしょうか。お聞きいただいてありがとうございました。おやすみなさい。